2006年の大会初めて正直嫌でした。ソフトバンクのショートやっとでレギュラーになれて、ちょうどレギュラーになったなったばかり、今からしっかり固めていかないといけない。しかも3月に保証されればいいよ、2億5億ぐらいもらえるんだったらいいけど、なんもないおめでとうぐらいでしょ。結構みんなそうだと思う。サッカーのワールドカップみたいに日本代表っていうのもまた違うんですよ。なかなかそんな浸透されてないんで、ちっちゃい時から日本代表になりたいなんか思わないし、最初戸惑いがありましたのが正直な。ただやっぱ行ってみるとすごいいい経験になりましたよ。イチロー選手もいたし、メジャーの球場も行って、こういう球場で野球ってやってんだなっていうのもありました。自分の場合はまずセカンドで選ばれるっていう、あれって思いながらセカンドやったこと当然あるんですよ、うん、まあ、セカンドでまず選ばれたっていうところでまず時間がない。セカンドになれる時間がない。ショートはハヤト、坂本ハヤトがいて、松井和夫さんがまあセカンドでメインで出るだろうっていうところだったので、試合多分出ねえだろうなって思いながら行ってたんで、そんなにこう嫌とか重みとかも全然感じなくて、その期間キャンプできないでセカンド守らなきゃいけないから、シーズンがちょっと不安だなって。所属チームに戻ってからのことを結構考えるわけです。もちろんそれはみんな考えます。いろんな調整をみんなそれぞれ考えてるわけですよ、はいはいはい、2月から入って3月オープン戦、そこをいきなり試合出て出るか出ないかも分かんない、ベンチいるかもしれないし出るかもしれない、はい、全然調整はできない状況なんで、そのシーズンダメだったらはい給料下げますよ、だが世界なんで、はいはいはい、だからみんなそういうのはどっかで頭の中に入れながらやります。リスクも取りしようってことですね。かなりリスクあるんじゃないかな。結局その期間開けるってことはその期間にオープン戦とかやってて試合出れなくなるとか、うん、当然自分たちが2013年行った時キャッチャー相川さん行ってて、戻ったら中村選手が出てて、はい、帰ったらレギュラーじゃなくなってるとか、それもあり得るわけだから、なるほど、そのリスクもあるんで、アメリカみたいに契約で決まってるとかだったらそれがないんで。日本ラウンドの2013年の台湾戦の盗塁アメリカで見てましたよ僕。よく行ったなじゃなくて、やっぱプロだからこそ行けたなと。でもあれ行かないと勝てない、はい、だからすごくいいトライだったなと思って。盗塁の際は出てなかったんでね。でも行かなきゃ負けるっていうよりも行ったら点が入ると思ってたんで、どんな形でもセカンドに行けば井川さん絶対打ってくれると思ったんで。へー、でもそれしかないと思ったら選択肢は盗塁しかなくて、どうしようかなと思ってたら、あ、そういえばミーティングで言ってたな、牽制1回来たら行こうかなと思ったら、ふわーんって牽制来て、あ、もう行くしかないみたいな。それデータ上牽制1回するともうやらない、牽制1回しかしてないっていう情報は、そう WBC の時にデータを取ってくれる人がいて、自分のスタート切る一つのきっかけとして牽制を使おうと。井場さんに聞いたら、井場さんはトリがスタートを最初に切ると思ってなかった、それでよりスイッチが入った。2人の大ファインプレー、案の定めちゃくちゃいいスタートもしっかり切れた。ただキャッチャーも無駄、じゃあ来たのよこれこれがもうトリさん運がない男なの。普通この辺に来たのよ、さすがトリさん、キャッチャーもいい球来てんのよ向こうも、うん、そんな走らないだろうなって構えてる、この場面は、まあ、来ないだろうな、でトリが走ったじゃないですか普通ああいう場面でキャッチャーが合わせて、走ったんかいってこの辺に行くんですよ、うんうん、余裕でセーフなのが、うん、持ってるのトリいい球来たんだって来てるって言わないんで、持ってんのよ間一発か。いやいや、まあ、かなりキャッチャーも無駄なかったですか。スライディング入った時セーフだとは思ったんですよ、うん、ショートだけは来ないと思ってた、ちょっと遅れてた。そうか、スタート遅れてたんだね。タッチがこう追いタッチみたいになって、唯一心配あったのはセカンドの審判が日本をなんかアウトにしたりとかしてて、怪しい感じだったから、あのプレーってものすごい高度なんですよ。ここは行ったトリの勇気、ここがまず大ファインプレーで、でもキャッチャーがあっなったけどいい球来た、井端さんも走ったあっ、でショートがちょっと遅れただけ、4人のその選手で1人遅れただけでこのドラマが生まれたという。いよいよ3月9日から2023ワールドベースボールクラシック東京プールがスタートします。伊藤義雄選手もね、うん、日本の主力として出場されましたけど、13年ですか、うん、もうこれから10年、10年ですよ、10年前。寒かったね、サンフランシスコボンズの本拠地っていうイメージで、AT&T パークね、スプラッシュホームラン、うん、感動しますよ。バッティングレーシュで一番ホームランでした。ボールとかどうでした？重たかったです。投げてる感じと違いますか？なんかちょっとでかいし、でやっぱちょっと滑りますね。常にこうやってました。ベヨッと。あ、そう激闘でした。だから予選ラウンドから予選ラウンドは激アツでした ね、もう井端さんの大学、はい、それこそ伊藤さんやっぱりプレッシャーを感じながらやられてたんです。やっぱほら優勝で来てた日本代表だったんで。そうです、3連覇目指しやったんですけど、そのプレッシャーはやっぱみんなありましたけど、メジャーの選手がその時招集できなかったんです。それは言い訳ですか？そんなことまで言うとミーティングからどんな話をしながら本戦に入っていたって覚えてますか？まず言われたのが安尾って呼ばれたんですよ全員いる前で、全員いる前で、うん、お前サイン大丈夫かってまず言われましたね。ファイターズとかはタイガースと比べてちょっといびつなサインなんですね。ただ1回だけ送りバントじゃないですか何福岡でやった試合なんですけど、はい、あ、これ僕ネクストだったんですよ、はい、あ、これランナー見たらバントのシチュエーションやな、あのイニングとカウントも、うん、パッてベンチ見たんですよ。
山本浩二さん、こうやってましたあれバレますね、ほんまですよ、はい、あ、これバントかなと思ってネクストであの重り外してパッて見たら、はい、目があったんです、はい、こうやってられました嬉しかったですバントや最高のバント決まりましたけど台湾戦の井端さんのヒット、鳥谷選手の盗塁はどう見てましたか。井端さんがすごいいいところで、うん、絶対に打ってくれるというねチームがあれありましたから、はいはい、まあ、あの展開でこう負けも考えた試合でしたんで、うん、まあ、そこでね、やっぱトリガーのスチール、うん、ねえ、いけます、あそこ。いやー、いけないいやでも正直いけないですね。もうしかも国際大会、何言われるか分からないですよ。でもどうします山本浩二監督パッて見たら、はい、これこれ多分言ってましたよ、ね、行けだったらもう行けます、ね、行ってます僕だったら。あの時だから行けたら行けって、はいはい、そうね、絶対投了サインじゃなかったわけですからね、うん、パッて見たら鳥行ったんで、あっってなったっすね。岩田さん自身もおっしゃってますよね、うん、え、鳥走ったっていう、うん、あれが決まるからね。サンフランシスコ移動してすぐ試合だったじゃないですか、はい、時差調整とかその辺はどうでした、うんうん、時差はあんま感じなかった。あ、そうですか。道着の横にバス、あ、うん、もうあの滑走路すぐ下にね、大統領ですよホテルまで先導されて、もう赤でも何でもブンブン、ブンブン高速も、球場行くのもそう、野球へのリスペクトみたいなのがやっぱアメリカ感じました、はい、すげえな。プエルトリコ負けた時はどんな心境だったか覚えてますか。連覇が途切れた瞬間やったんですけど、うんうん、あの有名なキャッチャーモリーナ選手にキレられたの、9回か8回かな、はい、先頭バッターで僕やったんですけど、はい、絶対塁出なあかん思って、自打球ぐらいのぐしゃぐしゃしたファーストゴロになったんですけど、はい、それでファーストを取ったんですけど、当たってないのに当たったみたいなジェスチャーして、いたみたいな、ありましたね、はいはい、いたみたいな、はい、当たってないですよ、はい、今だから言えますけど、はい、当たってないんですけど、事故や、10年前が事故や、だました、当たった、いたって、はいはい、ケンケンしながら、ほんなフォアロになったんですよ。んならもうキャッチャー森永が見てるじゃないですか、お前嘘つき今ライヤーみたいな、お前嘘つき、うわマジですか、いや嘘つきですって言おうかなと、すげえ日本の、ね、選手の中で唯一あの森永を怒らせた。監督もまあ出てくるじゃないですか、監督出てきてうわーって話し合いしてて、監督がベンチに帰る時に僕見て同じことを言われました、また嘘つき、お前嘘つきその通りですって言いながら